親愛なる家族の皆さ、人の心とは思考が動く空間です。マイナス思考にとらわれていることに気づいたことはありますか？前向きで充実した人生を送りたいなら、マインドフルネスの定期的な実践は必要不可欠なものです。私たちは今を生きることを忘れているだけでなく、自分の心が完全に無心な時がないことも忘れています。私たちの周りには常に思考や感情、感覚などが渦巻いています。ですが、それらが私たちを支配しているわけではありません。心は考えること、行うこと、言うことに常に追われています。今ここにあるものには関心を持たず、過去と未来のことで埋め尽くされているのです。さらに言えば、心が動いていない瞬間はありません。そのような中で、十分に意識し、落ち着いて心を動かしていくのが瞑想です。瞑想は、私たちが宇宙や自分自身の中で、より調和的に生きることができるように、自分自身の心をより意識することを助けてくれます。最初の段階は、体をリラックスさせる方法を学ぶことです。つまり、体がリラックスすることと戦わないように、制御を手放す方法を学びます。体をリラックスすることを学んだら、次に、あなたの心をリラックスすることを学びます。これは、思考や感情を反応させずに、自分の中を流れていくようにする方法を学ぶことを意味します。頭の中に浮かんできて、不快感を与える思考と戦うのではなく、全く影響を与えない、空の雲のように通り過ぎるのを許してみてください。マインドフルネスとは、その瞬間、自分の心と体に何が起こっているのかを意識する能力のことです。心を開いて、判断せず、今、この瞬間に起こっていることに注意を払うことを基本とした生き方です。マインドフルネスでは、自分が幸せかどうかを自分で判断する必要はありません。ただ、その瞬間に、ありのままの自分でいられるのです。今、自分が何をしているか、何を考えているか、何を感じているかを完全に認識している集中状態です。この気づきを利用して、心と体を落ち着かせ、より良い決断を下し、より充実した人生を送ることができます。注意深く、今に目を向け、今起きていることから目をそらさないことです。マインドフルネスを定期的に実践することで、以下のような効果が期待できます。現在の瞬間に集中できます。より深く呼吸することができます。あなたの体と心をリラックスします。不安やストレスを感じなくなります。これは繰り返し練習するものです。一度行ったらすぐに忘れてしまうようなものではありません。マインドフルネスを練習すればするほど、毎日マインドフルネスでいられることが簡単にできるようになります。次は、静かに座っているとき、他のことを考えるのではなく、呼吸に意識を向けてみてください。ただじっと座って、体の動きに自然に任せていると、どんな感じがするのかを思い出してみてください。このようにして気持ちをリラックスすることで、あなたの呼吸はゆっくりと深くなっていきます。すぐにそうならなくても心配しないでください。特定の目標や意図を念頭に置いていなくても、マインドフルになるという考えになれるまで、自分にとって、自然だと感じることを続けてみてください。ゆっくりと一歩一歩進むことです。焦らず、時間に余裕があるとき、またプレッシャーがないとき、突然自分が何者であるかということに気がつきます。私たちはこの世に生まれ、この世で終わりを迎えます。ですから、自分の歩みを自覚するのは、ある意味、人生の旅なのです。なぜなら心は常に漂流しているものですので、より強く意識するためには、意図的に努力しなければなりません。
もし、あなたが、その道の最初の一歩を踏み出す準備ができているのなら、あなたの内なるものが、すでに、静寂や気づきを求めているのです。マインドフルネスは、リラックスし、ストレスを軽減し、不安や鬱を和らげる、効果的な方法の一つです。まだ瞑想を試したことがないのなら、今日から真剣に始めてみませんか。それほど難しくありませんし、あなたの精神的な健康に大きな違いをもたらすことができます。あなたの心や体の重要な部分を無視することは決していいことではありません。ですので、楽な姿勢を見つけて、一日のうち少なくとも20分間はこの練習に専念してみてください。きっと生活のあらゆる場面で著しい改善に気づくことでしょう。今、この瞬間が全てです。自分自身と一緒にじっと静かになる時間をとってください。自分がどこにいて何をしているかに集中します。他人と自分を比較するのをやめ、ただありのままの自分でいてください。心が静かな時は何か別のものが後を引き継ぎます。沈黙の内なる世界、つまり私たち全員が一度は訪れたことのある静けさという内なる世界を探検してみましょう。心は庭であり、家であり、塀のようなものです。心は毎日掃除しなければならないものです。マインドフルネスとは、心が平和で、穏やかで、注意深くあるような、完璧な状態のことです。あなたはその時々で迷うことができ、また、現在に存在することもできるのです。ですからあなたは、自分の人生に存在し、それを最大限に生きてください。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。